こんばんはマッカイヤです。こんばんはアシスタントの島です。二ぎのウイロです。変な取り合わせ。すごいこう今日は珍しくスタジオが人割といますよ。にぎだ本当ですね。ウイロさんも来てくださって。本当だよいつも二人とかでしかやってない。ね。う忘年会っぽいね。そうなんかね。この後もうきちっと二時間で終わらせて忘年会しましょう。 本当、今日レジュメ見たら、多分三時間半ぐらいの量あっは。ええ、もうさらさらさらっと。どうですか、皆さん、もう仕事は収まりましたか。収まった、これは。いいいな。余裕は、今。俺はまだです。俺もあと二日働かない。そうか。どうでした、今年はいい年でしたか、皆さん。ね、さっきなんか、今年はいいこと一個もなかったみたいな、コメントがあって、切なかったですね。 どうなんでしょう。俺はイベントが全然できなかったから、こんなよな年でした。うそうですね、そうそう、運用さん、このね、コミケに出られるそうですけど。コミックイチというイベント出たんだけどね、なんかね、昼ぐらいからね、なんか電車が止まったとか停電でね。うん、みんな慌てて帰っちゃう人がなんかいなくなったっていうね、イベントがあったんですよね<ー>。<laughs> だって、あれでしょコミケも去年に続いて、うん、その入場料無料じゃなく、うん、なんか、なんか、なんか。 リングっていうか腕輪みたいなのしないと入れないじゃん。なんかね、証明書かなワクチン接種証明書とか持っていかないと入れないよみたいな感じの制約があるみたいな。ワクチン証明書ってなんか今配信されてるスマホのやつですか。うん、そのアプリで登録するとオッケーっていうのがもらえてそれをこう出していかないと入れない,ない。なるほど。うん、れでしょあの急性だと入れないやつ。<laughs> その辺だと分かんないけど。いやなんかそれですごい。急性病気だ,だと入れない。すごい話題なんですよ。なんかもうすごい中途半端じゃないか。 ところ。まあ難しいとこだろうね、その辺は。そう。ブイローさんコミケでも。そのマスク。はい。なんですか。あ、ん。あ。えっと、僕は。コミケの時は。マスクはしていません。なんと。コミケに行けば。素顔が見れる。そんな価値のある素顔じゃないですけど。裏方にいるからね、基本的にも。なんかあったら、声かけてください。いきません。髪型。90年代。そうなんだよね。オードリーたんみたい。な

髪を切さっき鏡見たらなんかすごい変な髪型だなとこ。そうなんなことないっすよ。いつも通りっすよ。いやいつも変な髪型な。そうだね。そうだねだって。ちょっともう,もう今年中になんとか切ります。<laughs> さあそんな感じで、うん、えっとですね、えー、毎年やあでもコミケ<れ>そうコミケの話なんですけど、はい、今年もジオなんですか。あ違う違うあごめんあのね今年三月に新刊作って。うん 振り込み用の新刊はないのでとりあえずコロナ期間中の新刊ということでこのえと2冊を作りましたこれは「空の平成ライダーの空ガから去年やってた「仮面ライダー」「セイバー」までの仮面ライダーをガンダムにマッシュアップさせたというデザインイラスト集になっております。それをえと12月30日のえとコミケで 発布いたしますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てください。うん、よろしくお願いします。うん、ああという感じです。これもすりたてですか今？ううかいいえ、今年の3月にあ,あの通販で売ろうと思って吸ったんですけど、イベントで出すつもりが全部中止になっちゃったもんでうん、うん、とりあえず作っちゃえってことで作ったんですけど。うんうん まあ、なかなかイベントがないとこう集客とか難しくて、ね、なかなかはけないものですから、うん、とりあえず来年の夏に新作出せると見てるんですけれども、うん、オミクロンがどうなるかがわからないのでまあとりあえず今んとここの本で冬コミは過ごそうと思っておりますので、うん、ぜひ、えー、まだご購入してない人は買いに来てください。よろししくお願いいたしますす以外の期間も買えるんですか あ、これ、えっとね、あと、虎の穴とかメロンさんでも、あの、通信販売で取り扱っておりますので。ぜひ、そういったサイトもチェックしていただけると、見つかると思います。これ、なんか、なんか見ましょうか。ああ、そこまでやって適たそこまではいい。本当?。いや、だって、だって、だこんなボリュームあるのに、俺のなんか、さ、今月。いや、なんか、一瞬、ドクターの感想とか欲しいじゃんね。ああ、ドクターはあげたよね。はい、もらいましたよ。ドクター、どう思う俺の。新刊では、いや。 面白,い面白いんですけど、ね、そろそろライダー以外とのマシュアップよく言われてそろそろねゆるキャンとねガンダムをかか絡めようかなっていう計画があってんかほら Twitter で FG や <laughs> ってたけどね FG が途中でちょっと飽きちゃって飽きちゃった全然進めなくなっちゃった。 無限に時間が取られてくんでんか最近これ俺のタイムラインだけかもしれないんですけど「ライダー」よりも「スーパー戦隊」の方が盛り上がってるんですよね全ャーの。全ャーがね大人にすごいウケてるみたいですけどいやおっさんじゃないですかうちの子供全然興味示してくんでおっさんはもうめっちゃ全怪者全ャーで来年のね久しぶりにこう久しぶりに脚本が。 あのああいつなんですよ。あいつとしきとしきとしきなんですよ。そうそう。井上としきは三十年ぶりに選対復帰。まあどうなんでしょうね。あの阿巴太郎選対もね。まあいやなんかですね。その今東映はその前回じゃとか後回じゃみたいなまとめをやった次の年は<ー>絶対によく作をやるらしくて。<ー><で>あまあよく、ね、そう前回はゴーバスターズでちょっとポシャってしまったんですけど、でもあれも面白かったですよ。ああお好きでしたね<ー>僕も。 でもなんかおっさんに人気な割には全然おもちゃの売り上げが振るわないらしくてどうなんですかそうなんですよセンライダーもど昔ほどの元気はないよねやっぱりもうレジェンド商売がひどくて毎年同じようなのひどいというかレジェンド商売をしないともうなりいかないらしい止められないよね工場とかのねおもちゃラインはなんで新しいおもちゃ買わないのみんな新しいおもちゃを買うんですけどまずその子供の数が少ないもう圧倒的にそう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  そしてそのライダーはやっぱりその変身ベルトって結構安定じゃないですかみんなももうなんかもう巨大ロボットとかのおもちゃはあんんまり売れなないんですよん,なんとなくの巨大ロボットじゃあんまり売れないんです。かといってライダーの変身ベルトのように銃とか剣とか売れるかっつったらそんなにも売れなくてな,、ね、なか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 つらい感じ。 なんか最近キッズね、あのアニメのグッズとかも買ってますね。そうですね。どっちかっていうとなんか呪術海戦の軍が欲しいとか、そうなのそうですね。鬼滅のコスプレが欲しいとか。もっと課金したいとかそういうやつですか。そうなんですよ。ちょっとそんな話も今日できればと思います。あ、そんな話もできれば。そんな話もあるんですか。大丈夫。一応今日はですね、読んでた用意しました。 はい、うんはあ。これで盛り上がろうと思います。<laughs> はい、で、いつも、えー、お尻につけてるいるこう、うん、秘密、うん、秘密コンテンツを今日前に持ってきました。<う>はあ、秘密コンテンツというのは。はあ 下ネタを前半に持っっててくるそうですだです毎年ね、うん、毎年志麻さんとウイロ藤さんをねお呼びしてやってるんで、うん、ここ最適には大体流れは分かってるかと思うんですが、うん、今年はですね、うん、そのいつもやってる「スター・ウォーズ」コンテンツが全然配信されてなくて、うんうんうん、そうですね毎年ね「はい、スター・ウォーズ」お礼予想みたいにやってますけど、うん、今年はそれがないと。 なんかまあ水曜日から「ボアヘッド」がドラマで配信されるらしいんですけどずっとなんかマーベルのドラマやっててそれはそれで面白かったんですがちょっとその話をするのもなんか全然盛り上がってないし。ということで今年はいつも通りというか俺が今年話し残したことをまとめてドカンと話すというきになります。 ね、ボバ・フェットやればいいじゃん。まあまだだって放送されてないんで、そう,そうこれからか。ちょっとはい、これからなんですよ。マンダロリアンの続き見てんだけどな。いやそれもやるらしいですよ。マン<ー>ダロリアンパート3。3> ね、どんどんね、うん、スター・ウォーズもエンパワーメントしていかなけれそうですね、ボバ・フェット会もどっかでやりたいんですが、でもあれさ、なんかな何回で終わるんだろう。三ヶ月で終わるんだったらちょっとできないかも。お、あそうかが楽しみ。うん あ、そうかもね。そ確かに。そんな盛り合ってんな、そうかってすごいな。あ、そうかは、俺と志麻さんの間では、頭がいいギャルって。いや、いい、いいキャラだけどね。なんか、そんな主役張れるのかねみたいな。じゃ、あやりますか。で。ええ。今日のお品書きは。はい。この四つなんですが、最初に秘密コンテンツをやります。まずですね。ええ、あれなんですよ。 これ12月24日から「呪術廻戦ゼロが公開されてましてこれでで映画館が込みなんです、はい、で僕はちょっと「キングスマンファーストエージェント」が見たくて映画館に行ったら。あのー どう、どうでした映画館、激込みじゃなかったですか?。激込みだし、その呪術回戦の特設グッズ売り場ができてて、みんなそこ。に並んでそうなんです。そう、そんなに。なんでこんな人いんだって。みんなアホほどポップコーン食うんです。あ、買ってくれる。あ、なんか、器とかあるのかな、呪術回戦とか。コラボ商品とかね、あるのかな。え、まだ見てないんで、アニメが面白いかどうかわかんないんですけど。まあ、ずっと前に、呪術回戦ゼロは読みましたよ。 はい、はい。で、これはこれで面白いんですが、うん、え、みんなこれ漫画のストーリーを映画で確認するわけではないんですよね。ほうほう。どう、どうなんですよ。どうなんでしょう。知らな、ね、い。<laughs> どういう意味ですか。<laughs> つまり、うん、最近のそのジャンプ初のアニメコンテンツは、うん、事実回戦も。うん、ええと、なんだ、鬼滅の刃も、うん、別に漫画読んで、それが面白かったから、劇場に行くってわけじゃないじゃないですか。 ああ、そうかもね。なんとなく流行ってるから、劇場に行っちゃうみたいな感じな。うん、<laughs> そうだか、ね、でもテレビアニメやってるでしょ、テレビシリーズ。<laughs> はい、やってます。うん、で、それは、うん、その、事実回戦ゼロっていうのは。うん、つまり、そのエピソードゼロなわけじゃないですか。はい。だから、今、事実回戦に出てる、その主人公キャラとかが出てくるわけではなく。うん、その、一つ年上の先輩が、一年だった頃に、うん、あと、この、えー なんだっけろっこつくんじゃないおっこつくんかおっこつくんっていうまだそのテレビアニメには全然出てない人が主人公の話を見に行くっていう感じじゃないですかなるほどえマジでそうそうえいいじゃん別にそうなんだじゃあそれでみんなそんな見たいんですかねねククルスドアンのシみたいなもんそうそうそうまさしまあククルスドアンっていうかガンダムガンダムジオリジンみたいなオリジンみたいなもんだよなそうなんですよそうそうでも結果は出てるんで、結果は出てるんですよ みんな見に行くんですよ俺の友達も見り知らだけど見に行ったとか言ってるから何を考えてみる流行りだから見てるって人は確かにいるのかもしれない押さえとけそうもうすごいですよねでも映画館に人が来るのはねいいことだよね良いことです良いことですしこれ多分スパイダーマンその。 ええなんだっけファーフロムホームじゃねえ、何だっけ？ノーウェイホーム？ノーウェイホームか。ノーウェイホームはの公開が日本では一月七日になったのは事実開示とのガチンコ勝負を避けるためだともっぱらの噂なんです。よマーベルほどのところがそこまで。つまり日本はマーベルに対抗できるコンテンツをもう国内で持ってるというもうすごい話じゃないですか。すごいよね。だからえコスプレ AV も十二月二十四日発売です。うん でこれこの事実回戦っていうのがあるこれはなかなかギリギリですね上手だねですねうか<ー>もうこの番組には何回もネタにしてますがこれすごいのはその映画の事実回戦ゼロに合わせて12月24日発売配信、うん、ぶつけてきた <laughs> でも別に事実回戦ゼロのパロディーではなく、うん、事実回戦本編のパロディー、うん、ーなるほどね話題になりそうですな もうコメントの皆さんはこの展開を読めてますよね。やっぱりね、この番組これ前回もネタにしまして、あ、こすりすぎ問題、こすりすぎかもしれない。キツメノの時もね、四回くらい見ましたね。はい、キツメキツメノエイバそうですね。キツメのエイバなんか二作も出ました。 今回ピコハンないんですか？ピコハンはやんないんですか？でどうせこの前で新海誠の新作がね来年秋公開ということで何でしたっけ？なんだっけ？なんだっけ？私がなんとかなんかなんかおとぎ話みたいな題名でしたけど扉がなんとかそうそうそれもうえスズメの年まえスズメの年まえスズメの年ままりそれも出るでしょ？なんかスズメの年まりも なんてなんて題名になります今から当てといたら後でなんかネタになりますねスズメのちつまりとかそういうやつじゃないですか違うはい、次おじってないまあこれは別に日本もアメリカも一緒でもうやっぱりね、こうみんな大好きハメンジャーズで。 今度はゴーストバスターズアフターライフが公開公開されるんですけど、うん、なんか日本の日本のパロディ A.V. は、うん、絶対になんか親父ギャグみたいな感じで題名をつけてて、押す、うん、ってバスターズスマーターライフというなんかうまく言えてるんだけど言えてないような題名をつけてるんですよ。本当 <laughs> ですね。<laughs> でもこれそのよく見てみると、うん、2010年ぐらいに制作されたやつを。 今度ゴーストバスターズの新作が公開されるっていうことで、うん、え改めてちゃんと契約して、うんうんで、いかにも新作ですみたいな t で出してるんです。なるほどね。へ<ー>すごいですよね。すごいですね。うん、すごいのか？いやだからそのやっぱりこういう A V 界のなんかこのパワーをね感じるわけですよ。うん 全裸監督の時代から続く <laughs> もうどうやってもタイミング合わせて世の中に出して、うん、うまく稼いでやろうという,こうのたくましさ、うん、こういうハングリー精神みたいなのがやっぱ大事なんだろうなと思う次第なんですこういうの見てみて見わながら、ね、<laughs> ちょっとうまくまとめたみたいな感じになってくる <laughs> だからねこれは俺はこういうのをネットフリも無視できないからビグ、うん、アップカウボーイアップ自社版作ったと思うんです、うん、<あ>めちゃくちゃ強引な流れだけどまあ続けて <laughs> <laughs> 例えばねカウボーイアップのフェイってアニメだと髪の毛、うん、なんか青色とか紫色とかじゃないですか、うん、そうでもそれって、うん、実際にフェイみたいな人がいたとして、うん、髪の毛が青と,か緑青とか紫っていうことじゃないじゃないですか、うん、それってその、うん、なんかつまりそれって 抽象主義ってことじゃないですか。記号化されたとか、はい。つまり、そのヨーロッパの抽象画を書く人が。その夕焼けをピンクで書いたりとかするみたいなもんじゃないですか。うんうん、大丈夫、大丈夫。うんうんうん、心の中ではピンクとかオレンジとかの。まあ、ピンクの夕焼けだったり、うんうん、えー、水がオレンジ色だったりするけど、うんうん、それは。 えー、実際に液体をすくってみると、うん、オレンジ色じゃなくて夕日に感された色っていうことでオレンジ色にしてるわけです <laughs> で,もでもアニメをえ、うん、実写化すると、うん、なぜかなんか髪がその水色とかオレンジとか青とかになるんですよ、うん、あ本当はそんなことない全然わかんないけどまあいいや <laughs> <laughs> いやだからこの、ね「手術回戦」はね手術回戦もあのなんだっけあのなんか嫌い,いじつ使う先輩がいるじゃないですか、うん、なんだっけ名前忘れちゃいましたけど <laughs> 本当は紙だから一応アニメでは紙が水色ってことになってますけど、うん、本当にあの先輩がいたとして水色なななわけじゃないじゃゃいいですかえそれはさなんかさ銀玉の実写とかもさ、うん、そうじゃん。まあ銀銀銀さんは銀さんんはは髪ってのはいいと思いますよ、うん、あそう。なんかちょっといろんなショックなことがあって白髪になったっていうことで。 はいはいそんなことないですか？そんなことない。<laughs> <laughs> はあはあ。まあコスプレ映画みたいな。そうですそうです。ですノリ？結局そうです。うんうん。うん、えそんでからの？はい。まあだから <laughs> れこれは本当に愛があるかどうかっていうことで、<laughs> うん、まあ別に愛がなくても、うん、その表面だけマネると髪の毛がなんか本当ありえない色になるんだなと思います。うんうん、はい。 で一方でですね。ええ、ええ、何何？ゲストにスタランだら厳しい設定。<laughs> えでもえピュワップはそれで<あ>そうあのそのコスプレじゃなくてやっぱちょっと実写用にローカライズというか、はい、実写のオリジナルっぽくなりましたねフェイとかね。そうですか。<laughs> うんうん

もちろん、まあ、でもそのままじゃないんですけど、うん、そこら辺もうちょっとちゃんとやらないからつまんなかったんじゃないかっていう、うんあ。逆ににコスプレ映画しして欲しかったってこと,と,というかもうちょっとコスプレ映画じゃなくて、うん、そのもうちょっとその本質を見極めないといけないんですがそこら辺の方向が間違ってた,たいな、うんじゃないかなと。なななそっくりしすぎてもなんかアニメと同じすぎてもっていうのあるよね、うんうん、なんかねずらしていかにもリアルなつまりもっと探偵物語を見とかないといけなかったんるほよね。 そうだね、そう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 。男がマージしてるものに全く配慮してなかった。わかるね、最後は水谷豊が死ななきゃいけなかった。そうだったわけです。でなんかあの次回予告とかもそれっぽくしてほしかったんです。次回予告なかったですから。あそうなんですよ。そういうことか。まあ解釈が違ったってことですね。あそうですね、そうです解釈ですね、そうそうそう。解釈が解釈の方向性が違ったということなんですけど。 それを考えるとこのね日本でえーローカライズされたアメリカのアメコミパロディー AV は「オッパイダーマン VS スパイダースーパーマン棒」みたいなふざけたタイトルもついてますしこれだけ見るとなんで DC のヒーローであるスーパーマンとマーベルのヒーローであるスパイダーマンが戦うかということで,でそれなんかじゃ映画に合わせてこれうまくなんか適当にやったのかなみたいな愛が足りないふうに思います。 実ははそうではない、うん、アクセル・ブラウンっていう人がこういうのは一手に引き受けて作ってるんですけど。<laughs> うん この人はもうむちゃくちゃアメコミに愛があるんですよ。というのはですね、うん、これ本国で公開されたスパイダーマン「スーパーマン VS スパイダーマン」はこういうポスターで DV パッケージなんですけど、うん、これは1970年代にマーベルと DC が初めて組んだ「スーパーマン VS スパイダーマン」というアメコミを元にしてます。ははい、はい 水谷そうそういや傷だらけの天使も、うん、探偵物語も両方を前にすべきだという意味だったんですけどうう、うん、でまあなんかですね、うん、このアクセル・ブラウンは割,、うん、割となんか多分、うん、そのかなり幼い頃からのアメコミ不安で、うん、今みたいに映画で盛り上がる前からのアメコミのパロディー AV として作ってる。うんうん、そうなん、ね <laughs> だからですね、うん、映画に合わせて、うんえー、新作を作るんですけど、うん、映画には出てこないんだけど本当は出てほし,しいキャラクターとかを出したりするんです、うん、だからですね、えー、新作としてですね、うん、この人はブラックウィドウとスパイディープールっていうのを用意してるんですけど、うん、なんかブラックウィドウが、うん、えこれ本当にパロディ AV なのっていうポスター <laughs> <laughs> そうだね <laughs> 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 なんかそそれなななりに見える感じ、ね、そうんんですなんかこれは、うん、AV なのっていう感じでしかもなんかおっぱいダーマンシリーズめっちゃあるじゃないですかいっぱいありますよへえすごいというのはスパイダーマンアメリカだともう死ぬほど人気で、うんうん、だからソニーがスパイダーマンの半径だけ欲しいっていことでいまだに保有してるんですけど、うん、であれですねこの「スパイディープール」っていうのも、うん そのアクセル・ブラウンが作る3作目か4作目ぐらいのスパイダーマンパロディだと思うんですが今度はデッドプールとと組ませるとでそれはデッドプールが人気だからっていうのもあるんですけどこの「スパイディープー皆さんこれ「スパイディープール」で検索してもらうと分かると思うんですがもともと原作ではその「デッドプール」はスパイダーマンのことが大好きだと。赤いいコスチュームに身を包んでいてでその マーベルの世界の中では、まあ、年下なんだけどスパイダーマンの方が、うん、でもアメコミヒーローの歴史ではスパイダーマンの方が歴史があるわけですよ。でえー、だからですねそのデッドプールがスパイダーマンと、うん、スパイダーマンにものすごくこう、うん、ストーカーをして、うん、でついには愛を育むというような、うん、話になってます。うん、で、えー、それを。公式でってこと公式ではですね、うん、まあ 公式ではデッドプールの方がスパイダーマン大好き大好きって言っててスパイダーマンの方はなんかそれをすごく迷惑がかっているという感じなんですがそれを読んだファンの中では完全にボーイズラブ的関係になってるさらに公式でもデッドプールはバイセクシャルななんですんかアイスマンとこう一緒に朝同じベッドで起きたりするみたいな, <laughs> な話,話もあるうそう でそれを読んだファンの間では完全にボーイズラブ的関係を、うんえー、妄想してて「うん、でスパイディープール」で検索すると、えー、こんな感じのファンアートがいっぱい出てます。なるほどということはアクセル・ブラウンが作るこの「スパイディープールは」は、うんえー、男と男がやるシーンが果たしてあるのかないのか、うん、というのがものすごく気になってますね。うんうん、原作よより絵がいいいエロ漫画とかあるそれは本当だよねこここれディズニーうううく言ってこないのの ディズニーになってマーベル。なんか最近はね言ってこないんです、うん。あ、そう優しいね。うん、なんか厳しくなるのかなと思ったけど。いやなんかね、なんかいやこの最後今日最後そんな話になると思うんですけど、うそうなんか最近のディズニーはあんまりうるさくないんですよ。ん多分うるさく言うとそのそエヴァンゲリオンネタバレ禁止で盛り上がらないみたいな感じで、ね、全然バズらないみたいなはあるんじゃないですか。分かってきたんだなその辺。ヒンネクマンとかもそうだったじゃないですか。うーん というわけで、はいえー、ちょっとそこら辺が楽しみだという話ですで一方でですね、うん、今年一番人気だった漫画は、うん、何だと思いますか今年一番人気だった漫画日本で日本ではい。別にこの漫画がすごい第一位とかではなく、うん、一番ヒットした漫画鬼滅いやそれ去年じゃない去年え呪術回戦呪術回戦呪術回戦も去年じゃないですか本当は東京リベンジャーズ。そうです はい、日本東京リベンジャーズで。よく聞くね名前は、はい。東京リベンジャーズはなんと二作も出てます。<laughs> れこ,れこれはですね。リベンジャーズってつけただけですね。すいや違うんですよ。これはですね。うん、まずこれは主人公は女性です。はい。はいはい、で主人公は女性で好きだった男の子が死ぬのを防ぐために過去に戻ります。うん、はい。タイムリープものってことですか、ね。そうです。はい。 で、絶頂リベンジャーズの方は絶絶頂すると過去に戻る、はい、中出しリベンジャーズは中出しされると過去に戻る<ー>で、自分の好きだった彼氏を助けるために、うん、絶頂したり中出しされたりすることで、うん、高校時代に戻るという話になってます<あー> <laughs> これディレクター中出しは大丈夫なんですかあまあいいですけど <laughs> 遅いですね、でもね、はい、あえ中出しはアウトなのいや、まあいいですけどねはい。うん <laughs> まあけど、発想は良さそうですな、これはね<ー>。<laughs> どう答えろと。すごいですよ。運命を絶頂で変えろ。これ、落ちどうなるんですか落ちは、うん、あの、うん、まあ一応、なんかですね、うん、まあ ともでその実はタイムリプあんま関係あそれそうだよね。一応過去に戻るんですけどそれを AV としてその OL がセックスするプラス高校生がセックスするを両方楽しめるみたいな形にしたい。で最後はですね一応助けるんだけども現代に戻ってまたよかったねセックスをするんですがその時に絶頂に達したり仲出しされたりしてもまたタイムリープするわけじゃないというんか。 そこもまたタイムリープしてまた戻っちゃったってへへへんみたいな感じになるかと思ったら別にそんなことはなか、うん、もうゴリゴリなりシューセルするみたいな終わりじゃな,かんじゃな,じゃなくてなくてそこら辺は割といい加減としますが <laughs>、はい、もういい加減 AV の話やめてください <laughs> <laughs> 絡みがたいわ <laughs> でももうなんかこれ結構すごくないですかいや、はい、その東京リベンジャーズもそうだと思ったんですけど、うん、東京リベンジャーズって割と過去と現在を結構行き来するじゃないですか、うんうん、あそうなんだえそんなことないですか すみませんちょっと私リテラシーが低くていや俺も全然見てないいやなんか、うん、そのこういうタイムリープとかタイムトラベルのお話って、うん、すごくその読者混乱するから、うんうんうん 過去に戻るのは1回だけとか過去に行ったまま現代に戻るのがなかなか難しくてそれを何とかするのが話の肝になったりとかするじゃないですか確かかかに未来の自分ら何言われたりとねそそそうううだから何回も行き来すると未来の自分が残した手がかりを現在の自分がそれをヒントにして何か新しいことをするみたいなタイムパラドックスがね来たりするじゃないですか。 そういういいいいののに普通の人はついてていけないとされてたんですようん、うん、でも「東京リベンジャーズ」がヒットしてヤンキー漫画を読むようなバカなヤンキーもそのマイルドヤンキーもそれに対応できてるんだとしたらもう「タイムリープ」とか「タイムトラベル」はもう完全に対象に馴染んだと言ってもいいんじゃないですか,かそううでしょねついていけてないっていうのは。 そんなそうしたか、今まで。いや、だから今まで、例えばバックツーザフューチャーとか、あとエンブレム、テイクツーカあったじゃないですか。あれって一回だけでしたよね。その過去に戻るの。でも過去と現在を一気するのに、もうだんだん大衆も慣れてきた。と考えると、東京リベンジャーズがヒットしたのは、なんか。つまり、リテラシーがだんだん上がってきたんだなと、思ったんですけど。で。 そう考えるとですね、うんえー、次に出てくるのはやっぱりつまり、うん、自分たちの世界のほかに違う世界があって、うん、そこを生き生きするような AV が出てくるんでしょう。AV ね。ね。なるほど、ねうん、<laughs> ということでまずはそういうマルチバースヤンキー漫画、うん、マルチバースヤンキー漫画が出て、うん、その後マルチバース AV が出んのかなと。 思いました。<laughs> <laughs> そうかもしれないですね。逆になんか A. V. がやり始めたら、もうちょっとブームの終焉みたいな。終焉なのかな。俺 <laughs> もそう思う。なくもないですね。<laughs> 東京はリベンジャーズはもうブームの終焉なのかな。うん。かもしれない。 これなんか全然関係なくてタイトルだけを借りてる洗脳リベンジャーズとかも出てて、<laughs> うん、でもそれは全然東京リベンジャーズって関係ないんですけど、うんうん、リベンジャーズっていう名前はもうどうしてもつけたいらして。<laughs> なんかゴッドタンとかもなんかバラエティの企画もなんとかリベンジャーズっていうのがもういっぱい出てる。ああ、なんでしょうね SEO 的な意味もあるんですかね。あるんですかね、うん。リベンジャーズってつけると検索性が向上するみたい。そうなんですよ。うん。 わら,わらとけわらとけ, <laughs> らとけああごめんなさい素晴らしかな人生を入れるの忘れてました、ね、そう,そう。だからその素晴らしかな人生がアメリカではクリスマスに絶対見る映画一、うん、年に一回絶対見る映画とされてるんで、うん、アメリカ人は実はマルチバースを子供の頃から馴染んでいるのかなあ、うんうん、は,ははは、なるほどだから実は自分がいない AV とかが、うんうん、あでももうあるかそれは なん <laughs> でちょっと心細くないか,るか言い切ってください <laughs>。というよこ、ねうん、実は自分がいなかった世界に、うんえー、パラレルワードで飛んでしまう、うんえー、ヤンキー漫画がまさです「す君の縄ほど見事ではない」「本当だよね君の縄は,はねスカッとしましたよね」「スカッとなるほど」って感じでした。 もう絶対に、こうパロディ A. V. が発売されないタイトルを考えたんですかね。そんな、そんなこと。無理やりは、はむってことでしょやつらは。センス半端ないじゃないですか、本当だよ。あのタイトルとか。じゃ、なんか、なんかセンス、センスのいいパロディのタイトルを考えつくのかな、鈴木めのとじまり。だ、うぜするでしょう。絶対。 逆に楽しみに待ってましょうとしか言いようがないです,なですね。じゃ、あ思いついた方は、まあ、ドクター、のツイッターまで。ああ、きつめのおしぼり。まぼりうん、そうなんですよ。もう、ハメエンジャーズもそうだったし。うん、あの、するの最高すぐもっとも、ちょっとびっくりしましたね。<laughs> きき <laughs> あれ、スーサイドスクワットのパロディーで、する、うん、の最高すぐもっと。 あって、あれコピーライターに頼んでんのかね。有名な人が、その監督が考え。てい転職するとしたら、そういうのばっかり考える仕事に。本当ですね。小林製薬みたいな会議があるじゃ。ああ、確かに。すごいと思う。それの最高すぐもっと一票、ほには、ほかにはみたい。うん。なるほど。でもあるのか。まあ、あるでしょあるでしょホワイトボードにたくさん書くでしょたくさん書くでしょそれっぽい単語。会議で決まるのかね、やっぱり。 そういうね辞典もあるもんねああああああインゴ字典インゴ典ありません。いやでもインゴ字典にするの最高とかすぐモットとか別に載ってないじゃない確かに確かにあ次行きましょう本当ですねついに次行きましょうじゃあ次はこれサイエンスですはいでまあね今年も去年も急なサイエンス はい、いやちょっと今年も去年もそのコロナウイルスが流行ってるんでちょっとやっぱりその話をまあ年末はしとかないといけないのかなと勉強しよう僕ですねなんだっけそのフェイスブックで見せたら「オミクロン株始めました」みたいなコメント研究者の人が書いてて「何その冷やし中華始めました」みたいな感じで「オミクロン株始めました」みたいなこと書いてんのって言ってちょっと面白くなったんですけど。 おおもう今や猫もサックスもオミクロン株じゃないですか。みんな言ってると思うけどトランスフォーマーっぽいよね。ああそれは <laughs>、うん、えトランスフォーマーの何っぽい？<laughs> トランスフォーマーの何かっぽいよね。<laughs> <laughs> どや<ー>。すごい。あまあなんかねそうなんだ、まあ。なんかオミクロン。ロンつまりアルファとかベータとかだと。うんうん みんなよく聞いてるんですけど、うん、オミクロンはなかなか気に聞きなれないギリシャ文字なんで。マイナーですよねああ。ちょっと、でもい、いろ、なん、なんとか論とか、は結構ね、こう。いわゆ結構。トランスフォーマリーに多いんですよ。<laughs> サイバトロン、デストロン、ユニクロ。ありがとう、丁寧に拾ってくれて。<laughs> そうなんですよ。うん、優しい方が。 で、うん、まあねちょっとこれがなんで話題になってるかっていう話をちょっとだけしたいんですけども、とにかく感染力が強いと、で一日三万人ぐらい、うん、こうもしかして、えー、日本で流行ると、うん、そんぐらいの患者さんが出るのではないかと言われてます。はい、うん。でも,も僕はここでもう断片してもいいと思いますが、多分二月ぐらいに第六波が来るんじゃないですか。うん、来る？はいあ、知らんけど。でも弱毒性なんでしょう。それはねまだわかんないんですよ。 確かにかかっているけどどんぐらいやばいのかってニュースでそんなに言われてないよね。致死率は低い,みたい致死率は去年に比べれば、うん、今年のオミクロンで、えー、起こったパンデミックでの致死率は低いんですが、うんうん、それはオミクロン株が弱毒だからなのか、うんえー、みんな、えー、ワクチン打ってるからなのか、うん、ちょっと判別つかないということですね。うんそうか みんな去年の7月8月9月ぐらいにワクチン打ったじゃないですか。ったあで大体半年ぐらいすると、うん、あの免疫が下がっていくと言われているのでそか 1>, 1月2月3月ぐらいに第6波がブースター接種をしなければ1月 1>、うん、2>, 2月3月ぐらいに第6波が来るのではないかと言われてます。うんうん、恐ろしい やだよ未知の感染症にかかりたくないあしかしですね一方で人類はそんなふうにワクチンをちゃんと用意できているので長期的に見るとこのコロナウイルスに対して勝ちつつあるんですけどそれちゃんとその勝ったって言えるのがいつなのかがまだよく分かってないんですがここでちょっと株とは何かということについてお話したいと思います。 急に株とは何か。はい。真面目な話?。結構みんな分かってます?株って。株。え、今までさ、はい、え、デルタ株。はい。あ、そうか、株がついてるんです、ね。そう。アルバ株、ベータ株、デルタ株。これ株とは何か知ったら、ちょっと自慢できる。おば、自慢できますよ。じゃあ、お願いします。<laughs> <laughs> 自慢ができると、OK、っていうこと。<laughs> まあ、つまり株っていうのは、うん、その家計、家計のことなんですよ。 はいはい。マウスでもまあ株とかストレインとかあるんですが、ええまあ自然界にはまあいろんなこう遺伝子情報を持った生物がいます。その同じ種族の中でも、はい。まあその種族の海概念として株があるとお考えください。海の概念ですね。海の概念とした。まあ海の分類として。 で、えー、学問的には、うん、そのいろんなそのざもういろんなものがある自然界から一、うんえー、つだけ取り出してそこから培養したり家計を増やしたりして均質なものをどんどん維持していくでそれを維持した家計を、まあ、株と、うんうん、ストレインと言いますはい、えー、ストレインの本当の発音で言ってあでもストレインはストレインですあ本当うん。はい でえー、だからですね <laughs> 最初は一、えー、つだけだったその祖先から、うん、もう何,何方向にも枝分かれして、うん、その枝一本一本がストレインであると。へえ、うんうん。だから途中までは基本的には一緒だったはず。へえ、うん。<laughs> としました。でこれがですね、うんえー、2,000年、うん、多分か。これ ええー、実はデルタ株までしか描かれてないんですけど、はい去年の頭ぐらいまでの、うん、そのコビット19が、うん、ええー、どのくらい枝分かれしたかを示す系統樹になります。へ<ー>で、一番赤いやつ、そのこれ、えー、左上にええー、とその何色がどの株かっていうのを指し示していて、うんえー、オミクロンは何色なん？ええー、これはオミクロンまだ載ってないです。っその去年の頭までなんで、うんうん、で、 V1 っていうのがァでそれりオレンジ色ですね、うん、そのちょっと黄色っぽいオレンジの V2 っていうのがベー,ベータ。うん、で、えー、V3 っていうのがデルタ株で,、うん、でデルタ株はちょうど右上の本なんですけど、うんえー、つまりね左下が一番その祖先。うんうんうん でえー、右上のデルタ株は一番離れているんですけど、うん、どん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 枝分かれしてって、うん、えつまりそれだけ、うんえー、いろんな人に感染していろんなバリエーションができたということを示してます。うん、めっちゃ分かれれてるやん結局で、うん、それでですねつまり これをもうちょっと、うんえー、うまく書くと、うん、祖先からどれだけ、えー、変異がいっぱい起こったかという遺伝的距離を示すような図になるんですけど、はい、で今出てるオミクロン株っていうのは、うん、そのアルファベータデルタに比べて、うん、そのウイルス表面の変異が多いウイルス表面についてる、うんえー、細胞に 入るためのスパイクタンパク質の表面の変異が多いので、だから感染力が高いと言われています。これはあのアミノ酸とかタンパク質をも図式化した図ですか？あの球体一つがアミノ酸になります。球体ってあのなんか青とかはい青とか青とか赤とか灰色が一アミノ酸。はい。そしてこれがクルクルが。 スパイクタンパク質の全体像。うん、スパイクタンパク質の全体像ですね。はい、このスパイクタンパク質がウイルスの表面にいっぱいくっついてる。うんはい、そしてこれが、えー、人間の細胞の表面のレセプターと、うん、こううまくガッチャンコして、うん、で、えー、それを足がかりにして細胞の中に入っていくことによって感染が成立するんですけど。タンパク質のレセプターとこの図でいうと何がくっつくの？あこの、えー、スパイクタンパク質全体そのもの。はい。 気持ち悪 <laughs> <laughs> ウイルスが止まったって <laughs> <laughs> 全然もう真面目に聞くしかないやもんこれ。<laughs> で、えー、この赤とか青が、うんえー、祖先のコ o v i d 業に対して、うんえー、どれぐらい変異したかっていうのを示す、うんえー、記号になりますで。これ赤とか青とかが増えてる分<あ>感染率が高くなってるってこと えまあ変異が多く、うん、それゆえに、うんえー、感染率が高くも弱くもなったりするんですけども、うん、えー、僕らが最初のコビット実験をその元にして作ったワクチンの効果がその分減る、うん、ということになります。なるほど。うん、とつまり、うん、えっとこれですね。そのミューテーションがなかったら、うん、えー、体の中でワクチン、うん を元にして作られあワクチンの元にして作られた抗体は、うん、まあほぼ100%、うんえー、ウイルスの排除に使われるんですけども、うん、32箇所も変異が起こってると、うん、その分だけ、うんえー、体の中で作られた抗体が、うんえー、ウイルスに対して排除を の効果が弱まると。だから、えー、ブレイクスルー感染も起こりやすいし。うんえー、本当は、このオミクロン株を元にした。ワクチンが、必要になってくる、うんと。えー、いうことになります。うんうん、本当は、このくっつくところを、こう。ワクチンの抗体で、ちょん切っていかなきゃいけないけど。まあ、というか、それを。うんえー、今、世の中に出てる、そのワクチンは。 アルファでもベータでもデルタでもなく最初のコ o と i d をもとにしてるんですがうん、うん、デルタ株は、えー、オミクロン株に比べると変異の数が少ないんでまだ対応できるんですがしかしオミクロン株の方はより変異が大きいのでそんなにまあ効果がないのではないかと言われているどとか モデルナとかはこのタンパク質ではなくタンパク質を発現するメッセンジャー r n a を打ってるわけなんですけどえメッセンジャー r n a はものすごく合成するのが簡単なんで本当はすぐオミクロン株用のワクチンを作れるんですがちゃんと治験をして安全性を確かめないとあのやっぱりみんなに打つことはできないんでそれで半年ぐらいかかるとかそのファイザーの社長は言ってるんですよ。 逆に言うと半年でそんなことができるっていうのはもう人,、うん、人類は完全にウイルスに対する対抗手段が5つあるということでそれはえらいことだと思うんですけど。うん、どというのはその <laughs> その 皆さんこれはですね、人類史の流れで考えてみるとこれはものすごいことだと思うんですが <laughs> 例えば、その、どうしました <laughs> <laughs> なんかめっちゃ嬉しそうに喋ってるからかかいや、だってそれって俺すごいことだと思うんですけど天然痘に対して死闘ができるまで何百年とかかかったじゃないですか <laughs> 本当だよね、か結核に対して DCG ができるまでも何百年かかったんですけど <laughs>、うん、え、コ o v i d 1 9の新型株に対して新しい抗体新しいワクチンができるの半年って すごくないとか。思う本当、ね、だね、うん。ありがたいことですわ。これはもう、もうん、うん、もう人類は勝ってるんじゃないかとか思いましたね。うん,うん。そう。まあ、一方で、でも、それを世界人類が一斉に打つわけにいかないんで。うんうん、問題はそこから、格差の問題とか。うん、そうだよね。はい、あの、け、うん、その、経済が回らないとかいう問題、の方が。うんうん 人類にとってはまあダメージが大きいのかなと思うんですけども結局さアフリカの人たちとかもさみんな打たないとさ、はい、また出てきたりとかそうなんですつまりそういった第三世界とか、うん、発展途上国とかは、うん、新しい変異ウイルスを生み出す培養期みたいになってしまうという問題があるんですよね、うんうん、なるほど超すごい というような、うんえー、ことが今行われてそれが面白いなと思いました、うん、で、さっきの遺伝的距離の話はこれまで,、はい、でさっきは去年の頭までなんですけど、はい、オミクロン株は、うんえー、こんだけ離れていると、うんえー、つまりなんかもう全然全く別の家系になっているあまりにも変異が大きいので、えー、さっきオレンジ色だったのはこの図では黄緑色みたいになってます、うん、なるほど それだけ今ま、うんえー、での株と変異が大きいでこれは、えー、左下を起点としてるんですが、うん、いろんな図の書き方があって、うん、真ん中を起点とする書き方もあって面白いでこれは真ん中からどれだけ離れてるかっていうのが、うん、遺伝的な距離になるんですよね。遺伝的な距離が離れてれば離れてるほど真ん中のタイプを元にして作ったワクチンが効きにくいということになります。うんうん というようなことを頭に入れるとそのワクチンを3回とか4回打つ必要もあるしもっともうワクチンを変えなきゃいけないというのも分かってもらえるのではないかと思います。うん、めっっちゃ分かったこう見えるる化されるとすすごく伝わりますね、うんうん、というわけで、ね。うん でもなんかこれを見てると、うん、あなんか俺絶対リストラされないなとか <laughs> それはドクターが PCR 検査にまつわるお仕事まあまあそういうのしてるからなんですけど<ー>俺絶対もう、うん、そのめっちゃ笑ってるでいやだってこれ絶対婚活できないじゃないですか <laughs> え婚活婚節婚節いやほ本当は <laughs> だって本当はこんなのワクチンもガンんん大量生産してもう地球上の至る所に配らないと新しい変異株を出るの抑えられないんですよ。でもそんなのしないじゃないですかアホだから。 それで笑ってるのは結構やばないやばい何を喜んでんだって話だけどまあ自分の生活がねそうそうそうホ本当はもうワクチンガンガン生産してお金のない人にもガンガン配んなきゃいけないんですよでもなんかねんかワクチン破った時には並んでくださいとか朝から並んでくださいとかいいじゃないですか本当ですねえ。 まあ風邪がなくなってないからね。<laughs> だからそその人類全体としては <laughs> ウイルスに対するその対抗手段を得ているんですけど、<laughs> うん、それを全くもううまく使えていないという感じですよね。うんうんうん、全くですね。仕組みの方もなんとかしてほしいですね。さ、あ、そんな感じで。はい。

あの習近平は、はいはい。エクサだし、まあ、クスイクかな、クサイクとかクスイとか呼ぶんですよ、英語発音。だとそれでちょっとなんか中国人に対するなんか割とその忌いが起こるのではないかと言われてますが、でもやっぱりですね、これを見ると、あやっぱりこのクスイガンダムとかニューガンダムに対する忖度だね、これね。バンダイが金積んだな、これ間違いなくね。 売上下がるからね。やっぱりオミクロンガンダムはね、たまたまなかったんですよ。そうそう。だから、まあ、まあ、でもね、ほら。デルタガンダムとか、ラムダガンダムとか。リックディアスことラムダガンダムとかありましたが。でも、志さんそんなの知らないでしょ。全然知らない。ないでしょう。って。だから、良かった。待って、リックディアスはガンマガンダムでございますぞ。ラムダじゃございませんぞ。そうなん警察がここにいるぞ。あ、ごめんなさい。ガンマ、ガンマでした。ガンマ。そうだ、そうだ。え。

で、飛んで飛んで、オミクロンなんだ知らない間にミュー株とかあったミュー株も、ちょっとだけありましたあ、そうなんだかわいそうだね、なんかねせっかくの貴重なギリシャ数字数字ミュー株とかラムダ株はまだまだ四天王の中では最弱最弱だったんだねデルタまで盛り上がったのにねただですね、皆さん忘れてませんかガンダム00のーガンダムあ、もしかしてこれを指しているのか はい、これはって系統の違うガンダムとい、ね、ガンダム W に出てきた一番最初のガンダム W 世界での一番最初のガンダムということで、うん、オーガンダムと名付けられてたんですが、このオーガンダムのオーってよく考えればオミクロンのオーなんですよ。へー。うん、でも誰でもオミクロンだ呼んでなかったんです。うん、というわけで、まあじゃあなんかガンダム W には忖度しなかったのかなと、<laughs> 水島成人には忖度しなかったのかなと。 一方でさっきも話題になりましたユニクロンう、はいはい、もうねオミクロンみたいな空のソランソンマーがいっぱいあります、うん、ユニクロンだったり、うん、メガトロンだったり。うん、でユニクロンはですね惑星に 変変形するトランスフォーマーで、うんうん、惑星を食べちゃったりする、もう最高最悪のトランスフォーマーと呼ばれてるんですが。<laughs> なんか一昨年ぐらいに超日でかい出てたじゃん。そうです。ね、でも、あれ一回発売しようとしたら、誰も買わないであるところで発売中止になって、デモとか起きたりしたんです。うんうん、でも、発売されましたね。ええー、だっけ、クラウドファンディングで発売されてました。うん、なるほど。一方でですね、その、一応トランスフォーマーが。 いいもののサイバトロンと悪者のデストロンってのがいるんですよ、うんはい、でユニクロンはサイバトロンでもデストロンでもない存在としているんですそこら辺でみんなちょっとあれオミクロン、ユニクロン、サイバトロン、デストロン、メガトロンでちょっと混同するのかもしれませんまあ、混乱するのかも、うんうん、大丈夫ですかうん大丈夫混同さすごいな今回 <laughs> 何そ,そんなに <laughs> 一方でですねうん、うん、オミクロンはギリシャ文字なんでさ、はい、まざ、あ、まなところで実は使われたりもしてましたそうでしょうそうでしょう会社名とか、ね、ナノテクノロジーっていう、はい、ナノテクの会社が実はありましたはい、はい、あ,あれですよコロナグループどころの騒ぎじゃないですよ箱根にあるコロナグループってていうココロロナナ温泉とかコロナシニマとかかやってましたけどそういう問題がオミクロンナノテクノロジーにも起きるのかもしれません コロナビールもね、なんかね売れなくなったりとかしましたね。あ、売れなくなったしまあ、でもロックとプラスワンで売れてたらしい。ディセプティコン。で、ディセプティコンはデストロンの英語名なんですけど、日本だとディセプティコンは発音しにくいんでみんななんとかロデストロンになってる。ああ、そうだ。あとメガヌロンとかもありましたね。メガヌロン？メガメヌロン。メガヌロン。メガヌロン知らんぞ。誰も。 ミランドロンは日本だと、日本だと,とあ,のあのラドンにくっついてる三葉虫みたいなやつ。へー。昔の生物ってことね。そう,ですそうそう,そう、えー。そうそう。で、デストロンは実は仮面ライダー V3 の敵組織でもあったあ、そうだ。敵は地獄のデストロン。一方でこのギリシャもそうそう。 で、このギリシャ文字をいろんなものにつけるっていうのは、いろんな業界であって。スターウォーズのシャトルにも、ギリシャ文字をつけたりします。はあ、ははなんかデルタ級シャトルとか、ラムダ級シャトルとかで、で、オミクロン級シャトルもありました。なんかかっこいいもね、中二っぽいよね。ギリシャ文字をつける。ギリシャ文字をつける。わかります。だから、まあ、これは昔からそうなんですけど、星座の星の。うん。おみくろなんて、まで、あるっけ、あるんだ。 アルファとか一番明るい星にアルファ星とかつけてだんだん暗くなるに従ってベータとかガーマとかつけていくんですけどまあでもんかいろんなつけ方があるらしくて同じように明るくてもアルファベータとかつけたりもするんですけど当然オミクロンなるほどねこういうの考えると次はねオミクロン漫才これできると思うんですよ。 ファンがね。どうしてもね。ああ思い出せない,い。ファンがおかんがな。うん、おかんがもう最強。最悪の新型コロナウイルス株が出たって言うねん。でもう名前を忘れたらしくてな。何でも何でもガンダムのガンダムの名前と同じじゃ言うねんけどな。こんなんオミクロン株違うか。かニューガンダムやで。 クシーガンダムあってもオミクロンガンダムはないからなでもおかんが言うにはなおかんが言うにはあの惑星を食べるトランスフォーマーと同じ名前や言うねんほなやっぱりオミクロン株やないかあどうしましたって <laughs>、はいうもう延々続けられる。レジュメに返したかな、はい今 ワクチンをいただきました。はい。はい。今、何本あってもいいですからね。今、えーうん、今、えー、一番前に座ってる安倍首相の奥さんから布マスクをいただきました。<laughs> ありがとうございます。布マスクなんていくらあっても何本あってもいいからですね。何本あってもいいですからね。って、っていう掴めから始まる。他にね、何百億もかかりますからね。はい、で最後は、うん、もう君とやっとられんは布マスクで えー、布マスクつけんとあかんわみたいな落ちで終わるんです。最初の掴みを拾って。これなんかクオリティがちょっと半端でしたよね。<laughs> やるならもうちょっと仕上げてきて欲しかったな。ええ。やいやこのネタで俺大に M1 出ますよ。出てください。<laughs> <laughs> 一人じゃ出られないぞ。<laughs> じゃじゃあ誰かいない。じゃあ島さん一緒にやります。か <laughs> 島さんとやってきてください。<laughs> オミクロン漫才で来年ね M1 出ま出れますよ。そっか。はい ミルクボーイの真似がちょっとね、中途半端だっ、ね。<laughs> ちょっと関西弁をこう完全に使えないと。これね、難しいですよね。<laughs> これ映画見てると、<laughs> はい、イギリス人なのに、うん、なんかその完全なアメリカ南部の英語とか。うん、ロシアなまりの英語とかも使いまくるじゃないですか。びっくりしましたよ、フローレンスピューとか、うん、そこ具合見て。うんうん この前までイギリス英語喋ってたのに、うん、ロシアなわりの言うことを完璧に喋ってるんですよ、うん、でも俺たち日本語ネイティブだからかもしれないんですけど、うん、関東の人が関西弁使うと、うん、やっぱあれとか思うじゃないですか思いますね、うん、でもなんか英語話者はそういうのあんまないんですかねかああそういうことか、うん、急に何そんな話 <laughs> <laughs> いやなんかだからちょっとそこら辺やっぱ難しいんだな あでもさもう関西弁ってさなんか関東だとさもうテレビの人が使ってる言葉って感じでさね確か,かカジュアルに使われてますね確かにそうです、ねうん、その僕らが小学生とか中学生とかの頃に比べると、うん、だいぶ関西弁話す人多くなりました、うん、なるほどはいじゃあ、はい、そんな感じで、えー、次は 一、えー、人総選挙に行きたいと思うんですが、はい、今のはなんかサイエンスっていうより、<laughs> こうドクターが思いつく限りのオミクロンあるある言いたいコ <laughs> <laughs> ーあれはいつだったんでしょうね。<laughs> オミクロンあるある言いたかった。去年もねコロナあるある言いたかった。たったうん、ちょっとそういうので締めるのはいいから。なるほどね。さ、うん、ちょうど <laughs> うちょうど一時間バッチリ。ばっちりはい。バッチリですよ。はい。 もう予定通りですね。予定通り、予定通りですよ。まここから長いんですけど、お願いします。総選挙って何さ、俺ベスト点いつもラジオ、いつも聞いてるそのアトロクっていうラジオで一人総選挙っていう企画があって、あ、歌丸さんの。総選挙と言いつ、つその人が好きなものをずっと喋りまくるっていうのがあるんですけど、その一人総選挙のテーマでちょっと。 いつもこの番組の中で、えー、今年話し損ねた映画、うん、まあ書籍、ゲーム、おもちゃの話題について、うんえー、どんどん喋っていこうというお話です。お<ー>本場ですので。忘年会っぽい。はい、そう、ちょっと忘年会っぽい。今年のシメックリンちょうどいいですね。うん、あ,あれか。<ー>ちょっと映画のところくらいは無料でありますか。そうですね。うん、えー、っとですね、そうそう、うん、テラサーホークさんとかがやったやつなんですけど、結局はですね。 今年見て、うんえー、面白かった印象に残った映画については、うん、実は最近の「クガイアという月1回やってるやつで、うんえー、ずっと話してました、うんはい、でベスト10というか、まあうん、別に数とか関係なく選んで、うん、まあ14個ぐらいあって、うん、そのあんまり賞とか別に取ったわけでもなくただ俺が面白かった映画を挙げたんですけどまあこれはね話。 いっぱい話したんでいいでしょ。どうしました？ベスト14っていう時点でもうさ、もう選ぶつもりなかった。でもこれみんな面白かった。ぜひ皆さん見てくださいで、ただですね見てこれ考えてと思ったのは、そうですね例えば今ミラベルっていうそのアニメがなんかもうもうもう家で見れるんですよ。ディズニーあ確かに配信配信がすごい早い。そうか。 でね、うん、その「ホークアイ」とか「ボバアフェッド」とかも始まるし、うん、なんかもう結構配信だけでも全然いい感じなのかなって思うとともに、うん、でこれは去年今年とやっぱコロナがあって、うん、劇場に行きづらいっていうのもなんんかかかあったのももしれませ確に、うんえー、う一席焼けて座るってなくなりましたけど、うん、まあやっぱいまだに劇場の中でマスクつけてくれって言われますよね。 まあそうですよね、そうでしょ。でも別に劇場の中で話したりしないんですよ。友達と言ったら話すでしょ。え、映画見て途中に？あ、見てると全う話さないけどね。そう、だから映画見んじゃう間別にマスク取ってもいいと思う。んですけどいや、咳するやつ多いやん、結構映画っていくと。連鎖でコホコホやるじゃん。なるほ映画見てる時はいいだろうと思って外してたら、何回も注意されたんですよね。え、誰に誰に？え、劇場の人。にあ、そっかそっか。 それは前に座ってる人がなんか気になって劇場の人に告げ口したかったからね。けどまあ今はつけといた方がいいんじゃないかなどうもどうもそういうコメディ映画だと笑ったりするじゃんってあってじゃあそうまあじゃあコメディ映画だったらつけないですよコメディ映画だったらでもすごいシリアスな映画見てる時もやっぱこう外してたら注意されるまあそれれはどだからいいってことじゃないでししょょドクターち飛沫が多いまあねそうね 椿が多いから,、はい、からこの番組はね、こう皆さん見えないかもしれませんがちゃんとアクリル板をここに挟んでありますからそうなんですよ、ここ見えないよね、<の>すごいすごい無駄な抵抗をしています、うん、無駄な抵抗,無駄な抵抗 <laughs> いやいやもうあ、でもマスク、メガネが曇る、そっかそういう方もいるねだから俺映画見てる時はいつも鼻マスクにしてます、うん、もう意味ないだろうと思いつつ、うん <laughs> まあまだマスクはしといた方がいいのかな。まあまあまあ、うんわかんないか、ね。マスた方がいいよ。うん、もう、えー、それでですね。うん、一方でこんな14個上げつつ、うん、一番面白かった映画は、うん、スパイダーマンノーウェイホームなんですが、まあなんかねみんなネタバレ <laughs> ネタバレすんなすんなってうからもこんな話はしません。あとはですねいつもちょっと。うん 話し損ねた話題として、うん、なんかですね結構配信が盛り上がってるにもかかわらず、うん、えこんな映画もブルーレイになるのっていう感じでブルーレイ化がどんどん進んでるんですよ、うん、まさかね幻の湖がブルーレイ化するなブルーレイになるなって思わなかったですね、うん、これはこの有名なあのー、カルト作なんですよカルトホーガ トルコ城がマラソンしながら殺人するみたいな話なんですけどこれはですねこれ監督がク黒沢映画の脚本とかを書いてる人で、うんえー、ものすごい有能な人が作った、うん、とんでも超大作ということで話題なんですけど<ー>でも、えー、なんか割と最近カルト的な人気を得てきて高音になってで DVD になったそう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 。 ええー、橋橋橋本さんかまあその橋本信っていう有名脚本家がいてうん、うん、その人は監督作をしたらカルト映画になっちゃったっていう映画なんですよね、えー、でカルト映画だからこそブルーレイ化するかもしれませんが、うん、なんかももしかして 4K リマスターとか、うんうん、そのこういう まあデジタル化すると、配信載せやすくて、うん、でだからこそ、一回デジタル化したんなら。うん、まあブルーレイとかソフトも売ろうかなっていうことなのかもしれません。うん、まあ結局さ、こういうのってさ、あの買い直すじゃん、はい、コアな方が。はい、っていう数字を当て込んでるのかもしれないですね。さらに、この配信の、そのメディアは、ブルーレイが最後とも言われてるじゃないですか。うん。うん。うん で、この後は全部、<laughs> あ、小めんさんゲップがいでしだから配信プラスブルーレイ化ってことなのかなと思うんですが、このマイドクって映画知ってますこれこれは、ね、誰も知らない映画だと思うんですよ。はい、これ昔映画祭で公開されて、小規模に盛り上がった作品なんですけど、はい、それがまさかブルーレイ化。<ー>脳みその映画なの、はい どういう映画な。笑ってる、あの、なんっす<あ>か、これは小規模、小規模ホラー映画なんですけど。うん、小規模ホラー映画なの。はい、<laughs> つまり、ホラー映画って、すごく予算安くできるじゃないですか。うんうん、で、その予算が安い分、若手クリエイターとか、はっちゃけて作るっていう。ホラー映画が、いつの時代もたくさんあるんですけど。うんうん、まあ、八十年代、90年代、そういうのがあって、うん、まあ、その中の一作ですで。映画祭だけで公開されたみたいなやつです、うんうん。ああ、なるほど、なるほど。 だから、うん、歴史の闇に埋もれていってもおかしくなかったんですけど、うん、それがまさかの、うん、まさかのブルーレイ化でこのブルー毎読のブルーレイが発売された時はすっっっごい小小規規模模にに盛盛りり上上ががたたで, <laughs> でその時にね何だっけなん,かなんかもう一作の、うん、もう一作の、えー、ホラー映画と一緒に公開されて、うん、今夜は二作まとめて見る人が多そうとかなんか、うん、俺のタイムラインでだけ盛り上がってたんですよ、ねえー。なるほど そうなんだっけなんだっけ昔なんかこうマニアックなやつさ吉祥寺のドラマとかさなんかね新宿シネパトス3でやってたんですよあ本当よく新宿シネパトスと銀座シネパトスでよくやってたんですよ、うん、なるほどんどんな話なのマイドこれは、ね、ニュージーランドのホ、うんえー、ラーで予約、えー、して予約すると、うん、このこれマイドクターってことなんですよ。 うんうん、で医者が、なんか確かね、うん、あのー。ドクターハウエルっていう人と、うん、そのドクターハウエルが、えー、うん、作る改造人間軍団にとうう。うん、と戦うやう、っていう、なんか。戦う、戦う、戦うという、割とね、割と面白ホラー。面白,ラーね、面白ホラーなんだ。へちょっと見たいね、なんか、ね。コメディーなのじゃん。うん、えっと、コメディとホラー合わせたような感じで。<ー>しょうもなコメディーホラーなんだ。そうです。 B. Q. 映画。つまり、アメリカだと、その肉体が、こう破裂したり、破壊されたりするの。こんなのアリエニーズギャーハハって盛り上がる文化がある。そういう感じの。ほら <laughs> そうが見そうですね。ど、どのくらい面白い。どの映画くらい面白い。ぶ <laughs> <laughs> っちゃけ、あんま面白くないけど。面白くないかい。<laughs> ね、そうそうでも <laughs>、うん、そのブレインデッドの方がもう全然名作です。といニュージーランド界ではそういうなんか <laughs>、うん、インディーズホラー映画界が盛り上がっててそっからピーター・ジャクソンが出てきたりもしたんですけど。勉強になりました。で一方でですね「レイジング・ケイン」っていうのがあってこれは有名な映画なんですけど、うん、最初この「レイジング・ケイン」はですね その時系列を、えー、シャッフルして、うん、で公開したかったんですよ、うんえー、このレイジーズ経緯を作った監督はうん、うん、でもプロデューサーにそういうふうに時系列シャッフルすると誰も理解できないだろうということで、うんえー、別にその過去から、うんえー、未来は現在まで時系列に沿った編集 っていうの公開を余儀なくされたんですが、うん、それだと、まあうん、犯人が最初に分かっちゃったりするから、うん、面白くないじゃんということで、うんえー、監督は、うん、どうしても、うん、そのディレクターズカットを公開したい公開したいと思ってたら、うん、勝手にディレクターズカットを作った人がいたんですね。 有志で、うん、ディレクターでもないその出来があまりにも良かったんで、うん、じゃあこれを一緒にしてソフト発売しようということで発売されたのがこの「レイジングケインブルーレイ」<laughs> 特別版。<laughs> なんだろういい話だないいのか勝手にディレクターズカット版あのスターウォーズのエドウィンえんとか版みたいな感じでやったそれをオフィシャルでやオフィシャルで発売してしまうところが深いというかないいのかね1.5時間そうエディワン版エディワン版か。 ういなんかとんでもないブルーレイが最近いっぱい出てるんですけどその中でも俺が俺実はこの中で買ったら毎読しかないんですが買買ったたんかいましこのですね「トキワ荘の青春ブルーレイ」があのまあこれれいい映画ですよ普通に。普通にいい映画なんですしただびっくりしたのがこの得点がですね割とすごくて。 得点だけけディスクがあるんですけどそこにですね昔レーザーディスク版に収められてたメイキングと、うん、25年後の現在藤子封じょう A、んえー、時はそ荘のただ一人の生き残りである藤子封じょう A に取材したインタビュー映像、はい、さらにこのブックレット ブックレットには公開当時にトキワ荘の住人に聞いたインタビューが収められているブックレットまでこうついているという、うんうん、でもこれらは、うんえー、このレーザーディスクがお廃盤になって、うん、あと、うん、このブルーレイが発売さされれるまででずっと封印されてたんですよねそういう豪華特典がついたトキワ荘の青春の最終版とも呼べるソフトが発売されましたこれが面白くていや水野英子さんまだおいでですよね。水あ そうなんですよ。でも水野栄子さんのインタビューは収め、収、うん、められてないんですが。しかしメイキングにはちゃんと出てきた。なるほど。でこのメイキングも面白くて。うん、なんかですね。森保直哉だけが。時代は本当つらか、つかったとか言うんですよ。でも他の人はみんな楽しかった楽しかったって言ってて。それはまあ、今の境遇みたいなのに、こう繋がってるからなんですけど。うんうんうん でこのですねそのこのインタビュー集もなんかやっぱ今まで封印されてたのかなとか思うんですけど、うん、えーっとですねあれかあ森これも森保奈々だなこの森保奈々とかもそのつまり時ギワ荘の仲間たちとは、うん、兄弟うみたいな付き合いをしてたんだけど、うん、やっぱりみんなクリエーターなんで、うん、まあ一線を置くっていうかあんまり立ち入らない感じで付き合っていたと。 うんうん、えだからでも高年になって若、うん、塚不二郎から、うん、実は時盤荘時代にこんなことがあったみたいな話を聞いたって言ってて、うん、それはやっぱり時盤荘に女を呼んでやったってことだと思うんですけど <laughs>、うん、そういうのがさらっと、うん、さらっと描かれてるんですよだったんだね。で一方でですね俺ちょっとあれもしかしてって思ってたこの「時盤荘の青春」では石森章太郎の姉がヒロイン役として出てきて、うん。そうですねねみんな、ね石上はい 先生ののお姉さんのことが好きだったったていうこのお姉さんがその寺田博夫モックク演じる寺田博夫に対してうち、ん、の,の森は大丈夫でしょうかみたいな相談をするんですけど「うん、実はあれは僕だったんですよええー、へえ」みたいなことを藤子不二雄 A がインタビューでニヤニヤしながら語るという映像も収められてます。 石ノ森,森先生の,姉さんから石の,森のお姉さんから相談を受けたのは実は映画では寺田弘さ,さんということになってるんですけど、うん、実は僕だったんですえー、えー、みたいなことを言ってて、うん、あっあとか <laughs> うだね。っていうのは石ノ森章太郎の自伝にはその一緒に部屋でその姉さんと一緒に寝てて、うんうん、で姉さんがその実はこのすごい好きな人が。 このアパートにいるみたいなことを石森相太に告白したとでもそこで名前は明かしていないんですがどう考えてもアビコモトしかいないだろうみたいなことを言っててアビコモトもそれに気づいていただろうみたいなのをこのインタビューでちょっとだけ、うんうん、ちょっとだけなんかそこら辺の変異を出すみたいなのがあってすごく良かったですほ、うん本当そんな時はそうさテラスハウスのテンションで見てるのはドクターだけじゃね, <laughs> ね <laughs> 最初のテラスハウスと言ってもいいでしょ <laughs> そんな話じゃないだろう <laughs> そう、すごく弱い。その特典目当てに買っても全然損しなあ、本当。よかったね。でも、こんなのが発売されてね。本当だね。今余ってる映像が。女は水野英子かい、篠森章太郎、何か、え藤本氏のお母さんしかいなかったですか。藤本氏のお母さんを演じてるとか、桃井弘子ってのがいいですけど。桃井かわいい、桃井かわいい。でも、本当はね、それぞれデートしたりとかね、たまには女の子連れてきたりとか、そういうこともあったんです。そうなんです。そうなんです。 だからその漫画道続編の愛しり染めし頃にはそういうのも描かれてますねラーメン屋さんの娘さんい,いましたね、うん、そうですね確かに松葉の女の子も見ましたうね、ん、こんな感じでぜひぜひで、あとはですね、うん、えー、ジャンクヘッドもいい映画だったんですけどはい。ジャンクヘッドのブルーレイがまさかの個人販売、うん、ジャンクヘッドって何 これはですね、そのストップモーションアニメで、有名なってえ去年このインディーズっぽい感じで公開されたら、あまりの出来の良さにどんどん拡大公開されたんですけど、昨日も特別映像がイテレで公開されたりしてたんですよ。ええ、音楽みたいじゃん。そうですね、確かにね。ちょっと似てますね。だからは。え、そうなんですよ。そのそういう個人で作っても出来が良かったらどんどん大ヒットする。 時代ですよ、もう配信にも戻るし。そうですね、S. N. S. どんどん広まるし。でも、一方で、この堀監督は、そのソフトは Amazon とかではなく。え自分の個人でストアーズっていう、その通販サイト、通販。を自分でできるサイトがあるじゃないですか。はい、はい。そこでだけ売ってて、ちょっとびっくりしました。あ、そうですか。で、自分で千枚作ったって、ツイートもしてます。千枚程度。あ、アマゾン、個人、そんなもんか。でプレスされたんですか。そうですよ。 なんかで自分のやってるオンラインストアでのみ発売。なんかの反骨精神これわかんないです。<laughs> でもそういう人なんでしょう。たいんだったたらすごいよねただこれでお金を貯めて 2>,、うん、2作目3作目と3部作を作るって言ってるんで、うん、もうちょっとねストアーズっていうサイトで買う必要がありますけど、うん、皆さん買うのがいいと思います。まだ売売っててんの売り切れてないの 売り切れたらまた千枚作るんじゃないですか、うん、正しい正しいえー、これ面白いみたいなあこれは死ぬほど面白いです死ぬほど面白い<っ>え見ようであとはですね、うん、なんかですね、うん、そのこの配信でだいたい見えるにもかかわらず、うんうん、そのボックスがいっぱい出てフィジカルがね、置き場所がみんなないとこ,のこのヤコペッティ残酷三部作とか、うん キムギヨンの、うん、キムギヨンボックスの2とか出たりすするんですよ、うん、キムギヨンボックス1は買ったんですけど 2>,、うん、2はどうしようかなとか思ったりしてもうこのボックスをどこに置けばいいのか問題があってでそう思ったらその歌丸もこうしてた、うん、森田芳光全作品、うん、ほぼ全作品ボックスとか出たりして、うんえー、そんなの置けないよって思ったんですが一方でですねこれはボックスではないんですけど。 森也テレビドキュメンタリー集っていうのが出てうん、うん、でドキュメンタリーのことを話すともう絶対出てくる森達也の放送禁止家とか、うんえー、コビトプロレスとかってみんな言及するけどなかなか見にくかったわけじゃないですか。確かにそれが今サクッと出たんで、うん、これは絶対後々、うん、プレミアつくんで皆ささん買ってくださいしかもこれはボックスではなく、うん、薄い3枚組ぐらいの、うんうん、その。 薄いソフトだったんで、うん、これは邪魔にならないと思うんで、うん、皆さん買うといいと思います。<laughs> という感じで、はいえー、映画編は終わりです。どうしましまた <laughs> 全然俺総選挙じゃなかったじゃんい。やいやいや、これ俺、俺総選挙、これ一二三。掘り起こしました感じか、なかった時間。掘り起こした。みんな知らないでしょこれ。なんかね。しかもベスト十四とか言ってさ。そうの、グダグダ。順位もついてないし。まあ、ちょっとね。なんかちょっと、前でしょ毎月話せなかったこと。うん、うん、うかったですね。ベストもユーロ。とかでさ、なんかこう。ちょっと。押した方がいい。盛り上げが欲しかったな。じゃ、じゃ、次から。そして、スライドで、来年よろしくお願いします。 じゃあこの辺で有料しますか、はい、あ、こっから有料ですか,そうそうかまだ無料だったんだってでこれからが面白いのもうそろそろ寿司食えるかな有料の次のフォーマットはなんか台らしいですよまあ配信らしいですよ <laughs> 大丈夫かなで次回は、えー、1月10日最近の幕開をやりますで1月は3回放送する予定です、うんえー、すごいねちょっといつも今年は3回放送がなかなかできなかったので、うん、1>, 1月はやるかと いうことになります皆さん何かありますかコミニケ来てね三十 <laughs> 日三十日も、うん、うん、三十日です、まあ、大変だけどじゃあ後半行ってみよう行ってみよういやそんな感じで今入っても、うん、全然そうしないでええやで年末最後になじゃあひとまずさよならコミニケはいけませんってあコロナだ <laughs> まあ実際、まあ、来ない方がいいと思います